ジョン・スチアート、第三代ビュート伯爵ジョン・スチアート、1713年5月25日から1792年3月10日は、イギリスの政治家、貴族、スコットランド貴族の家に生まれ、ジョージ三世が皇太子の頃にその家庭教師を務めていた。1760年のジョージ三世の即位後、国王の後押しで政界で急速に昇進し、 1762年5月には首相に就任した。反政党政治的な愛国王の理念に則っ,って、ウォルポール以来の本育党加藤支配を終焉させ、万年野党だったトーリー党からも閣僚投与を行った。彼の首相在任期に7年戦争の講和条約パリ条約が締結されている。しかし、著しい不人気だったため、1763年4月に、 退陣した。1713年5月25日、スコットランド、エディンバラノに生まれる。父は、スチュアート朝の創始者、ロバートに西洋の諸子の末裔で、スコットランド貴族の第二代ビュート伯爵ジェームズ・スチュアート。母は同じく、スコットランド貴族の初代アーガイル校、アーチボルド・キャンベルの娘アン。イートン・カレッジで学ぶ。 1723年1月28日、父の死により、ビュート博社以か3つの爵位と1つの順段爵位を継承した。彼の有する爵位はいずれもスコットランド貴族なので、自動的にイギリス貴族院に議席を有することはなかったが、1737年から1741年にかけては、貴族代表議員に選出されて、議席を有した。ビュートハクは、 国王ジョージ二世の外交をハノーファー編長と批判していたため、国王から嫌われており、1747年から皇太子フレデリック・ルイス、不王と不仲だったのレスターハウスの客となり、素人芝居やカード遊びで人気者となった。1751年にフレデリック皇太子は皇居したが、皇太子妃オーガスタからも信任を受け、その長男で新たな皇太子となった。 ジョージ、後のジョージ三世の家庭教師に任じられた。この教育の際に、ビュート博は、初代ボリングブルック施爵ヘンリー・シンジョンの愛国王を教材に使ったと言われ、これが後に、ジョージ三世が愛国王思想に凝り固まる原因になったとされる。1756年6月に18歳を迎えて、成人した皇太子ジョージは、自分のに、ビュート博を据えようとした。 しかし国王ジョージ二世はビュートハクを嫌っていたので、この人事が承認されたのは10月になってからだった。1760年10月にジョージ三世が即位する。彼はビュートハクの教育の結果、祖父王は悪しき保育政治家に囚われており、自分が即位したら腐敗した政党政治家を排除して自分が愛国王と四国をまとめるという信念に凝り固まっており、 イギリスの政党政治、議会政治に混乱をもたらすことになる。しかし、ジョージ三世即位時、イギリスは、初代入ッする公、トマス・ペラムイコール・ホーズ、首相と、ダイピット、南部担当国務大臣の指導のもとに七年戦争を遂行中だったので、ジョージ三世としても、すぐさまの政権入れ替えは躊躇し、ビュート博を国王区内官として徴用して事実上の層とする。 1761年3月になると、ビュート博は国王の後押しを受けて入閣する校内閣に北部担当国務大臣として入閣した。しかし、スコットランド貴族のビュート博は、この時点では上下両院のいずれにも議席を持っておらず、議会の議員を大臣に任命するという長年の観光が破られた形での任命となった。また当時、 七年戦争は重大な局面を迎えており、このような時期に国王側近を閣内に送り込むのは閣内不一致の原因になりかねないと憂慮されていた。そのため彼の登用には当初より批判が多かった。なお、議席の問題については同年のうちに貴族代表議員に選出されて貴族院の議席を得ることで対応している。閣内では大ピットが主戦論を唱え、 ビュート博は、ジョージ三世と共に、早期講和論を唱え、その対立は徐々に激しくなった。1761年8月にフランスとスペインの同盟が成立すると、ダイピットはスペインにも宣戦布告することを求めたが、ビュート博も入荷する後も、スペインとの改戦には反対した。孤立したダイピットは10月に辞職した。ダイピット辞職後、 結局スペインとの海戦は不可避の情勢になり、1762年1月にイギリスはスペインに戦線復刻した。ビュート博はスペイン戦の戦費を確保するために同盟国プロイ戦への援助金打ち切ることを主張した。入荷する方はそれに反対だったが、もはや彼にビュート博を成長する力はなく、1762年5月末にビュート博に第一、大倉郷、 首相職を譲って辞職した。1762年5月末、第一大倉卿、首相に就任したビュート博は、ジョージ三世の強い信任を背景に、政権運営を行った。愛国王の理念に基づいて、年末までには、入閣する保育系の政治たちを、官職から一掃し、万年野党だった、トーリー党議員を積極的に閣僚に登用し、ウォルポール以来の、 保育優越時代を終わらせた。しかし、ビュートクは極度に不人気だった。不人気の理由は、第一には若い国王に非立憲的な考えを吹聴していることであったが、彼がスコットランド人であることもあった。当時スコットランド人はユダヤ人並みに嫌われていた。とりわけ、スチュアートという姓は彼をジャコバイトやカトリック、フランスと結びつける。 悪宣伝に格好の材料だった。また、世間の大ピットへの人気は依然として高く、ビュート博は大ピットと対比されて低く評価されがちであった。大ピットに近いジョン・ウィルクスル議員の習慣、ノース・ブリトンをはじめとす、各新聞、雑誌からも、ビュート博は批判の的になっていた。1763年2月には、パリ条約を締結して7年戦争を終結させた。 イギリスが広大な植民地を得るという勝利の講和だったにもかかわらず、イギリス国内ではビュートがフランスに過度に譲歩した。もっと有利な条件で講和できたと批判された。そのため名誉回復の契機になるどころか余計に嫌われる結果となった。1763年3月のリンゴ首相費税導入は野党の激しい抵抗を抑えて議会を通過させることに成功したが、 この件で不人気がさらに加速した。あまりの不人気にビュート博の内閣統制力も低下の一途をたどっていたので、人心を一新すべく1763年4月をもって辞職し、庶民院議員ジョージ・グレンビルを公認の第一、大倉教とした。ビュート博退任後も、ジョージ三世はしばらくの間ビュート博に依存した。ジョージ世は、 グレンビル新内閣がビュート博の意向を組んで政治を行うことを希望していたので、グレンビル内閣は政権運営に苦しんだ。これについて野党や世論はビュート博を秘密の影響力、闇の首相を投票して批判した。ついには首相グレンビルが国王ジョージ賛成に秘密の影響力に従わないよう求める騒ぎになった。 ビュート博が秘密の影響力を及ぼしているという批判は1766年に第二代ロッキンガム公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワースのホイック政権が国王によって更迭された際にも蒸し返さた。しかし実際にはビュート博はその頃には政治から遠ざかっていた。そのためロッキンガム公派ホイックはこの後秘密の影響力神話を国王が 国王の友と呼ばれる議員たちを使って会に不当な影響力を及ぼしているというテーゼに変化させていくことになる。ビュートハクは1780年から1792年にかけて会長を務めた。1792年3月10日にロンドン名フェアで死去した。外交面では孤立主義的な平和外交官の持ち主で常時に席のハノーファー編長を批判し、 七年戦争にイギリスが巻き込まれることに反対した。また、ヨーロッパ大国との同盟関係は全て切った方がいいと訴えていた。そのため、巨大植民地帝国大英帝国の建設を目指して、積極的な外交に邁進する大ピットと対立が深まったのは無理もなかった。内政面では、ウォルポール以来の保育党加藤支配に強く反対した。 ビュート博に言わせれば、政党政治とは、君主の独立性を奪って、保育貴族の加藤支配を維持するための手段でしかなかった。君主制を保育貴族の加藤支配から救い出し、君主自らが愛国王として、国政を主導しなければならないというのが彼の持論だった。首相就任直後の1762年6月には、御用新聞の中で自分の政治体制について、 次のように論じた。性的の第二大シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティは、ビュートクの人柄を次のように厳しく批判している。植物学の研究に熱心で、それに関する著作もある。椿家の中の夏椿ツツ族、ストアーティア、スト社、代表的なものは夏椿ツツ、ストアーティアスドカムリアは、ビュートクの生から取ったものである。文学にも造形が深く、 サミュエル・ジョンソンのパトロンであった。1736年にメアリー・ワートリー・モンタギューと結婚した。この結婚により広大な領地が転がり込んでくることになった。彼女との間に重視を設けた。第四代ビュート伯爵位を継承した長男は1796年にビュート公爵に除されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。